DC-3 DC-3 DC フライガンドベターナーカラーによるリディンゲスウェーデン間のスカンジナビア航空の飛行 DC-3 はアメリカ合衆国の航空機メーカーであるダグラスアクラフト社が開発した総発のプロペラ旅客機輸送機である1936年運用開始アメリカ軍用輸送機としての正式名称 C-47 スカイトレイン イギリスなどにおける軍用輸送機としての名称、ダコタでも知られる。DC-3 は飛行性能と輸送力、経済性を高い水準でバランスさせた、稀有な機体であり、1930年代から1940年代において、世界の航空輸送変革の原動力となった、事実上、世界で最初の本格的商業旅客機と言って良い。その影響ゆえに、 1945年までに DC-3 は1万機以上が製造されたが、これは総発輸送機としては屈指の量産記録である。もっともその多くは当初連合国軍用輸送機 C-47 として製造され、第二次世界大戦後に民間輸送機仕様に改造されて DC-3 となったものである。合衆国以外にも日本とソビエト連邦で ライセンス生産が行われた。2017年現在、世界に残存する飛行できる機体は150機程度と推測されている。フォードトライモータ1920年代以降、広大なアメリカ国内での新しい高速輸送手段として、航空機は急速に台頭し、フォッカー海7のような3発のエンジンを持ち10人程度の定員を持つ旅客機や、 全金属製の三発機であるフォードトライモーターが登場した。しかしながら、これらの機種は、航続距離が短く巡航速度が低いために、アメリカ大陸横断のためには、複数回の離着陸が必要なだけでなく、座席数も、積載貨物重量も低く経済性も低かった。このような状況を受けて、トランスワールド航空やユナイテッド航空、 パンアメリカン航空などの大手航空会社は、全金属製でより多くの積載量を持ち、かつ自動操縦装置や引き込み足などの最新技術を採用した旅客機の開発を、ダグラスやボーイング、カーチスなどのメーカーに対して打診した。DC-1 と DC-2、編集トランスワールド航空の DC-1、KLM オランダ航空の DC-2、 トランスワールド航空のオファーを受けて、ドナルド・ダグラス率いるダグラスエアクラフトが1933年に開発した試作機旅客機の DC-1 と、ついで1934年に開発した量産型 DC-2 は、共に低翼単用の創発機であった。これらは、全金属性、モノコック構造を持ち、引き込み足、可変ピッチプロペラ、 高揚力確保のためのフラップを採用するなど、近代的旅客機に不可欠とされる構造、装備をほとんど具備しており、進歩的な機体であった。DC-2 の持つ、1930年代前期の総発旅客機としては多人数といえる14名の定員と機内空間を有効活用できる合理的な胴体設計も大きな長所で、当時の航空会社から歓迎された。 アメリカン航空は1933年に北米大陸横断航空路に初の寝台旅客機カーチスコンドル2を就航させた。しかしこの機体は交換ハフバリ構造の複用式であるなど古典的な設計の機体であり登場して間もない1930年代中央にはすでに旧式化しつつあった。また、ボーイングが開発した。 ボーイング247はその性能や技術は申し分のないものであったが引き渡しを系列企業であるユナイテッド航空に優先配分していた。このためアメリカン航空社長のサイラス・ローレット・スミスは DC-2 をベースにした寝台旅客機をダグラス社にオーダーすることにした。その開発は1935年中頃から開始された。 列車同様なプルマンスタイルの開放式寝台を配置するためには DC- には機体幅がやや不足することが指摘された。そこで機体幅が若干拡大された。わずか半年余りで急ピッチの開発、製作が進められ、1935年12月17日に初飛行したこの寝台機はダグラススリーパートランスポート略して DST の名称で呼ばれた。 DST は14名分の寝台とキッチンを備え、途中一度の燃料補給のみで、北米大陸を横断できる、長距離快速機で、1936年6月25日に、路線就航し、アメリカン航空の看板旅客機となった。DC-3、編集アメリカン航空の DC-3、DC-3 の機内客室。2.24メートル級の福音は、 4列シート配置にも応じ得るものであった国民革命軍の兵員を乗せた米陸軍所属機の客室 DST は DC-2 に比して機体幅が拡大されていたがこの大型化は良い方向に働いた DC-2 では客室中央通路の両側に1列ずつ計2列しか座席を配置できなかったが DST の福音であれば 片側にもう一列増やした三列配置ができたのである。したがって、寝台の代わりに通常座席を配置すれば、定員は DC-2 の1.5倍、21人を確保できる。DST 開発中から座席型輸送機の製作も計画されており、DST 完成後すぐに、派生型として、この広いキャビンを活用した通常座席型バージョンが開発された。 これが DC-3 である。DST を試作済みであるので座席型の試作機は製作せず、当初から生産型としてロールアウトした。1936年9月にアメリカン航空の手で定期路線に初就航した DC-3 は短期間のうちに優れた運航実績を挙げた。DC-3 の画期的な特徴は DC-2 に比して、 定員を5割増としながら、その運行経費はわずか3%ほどの増に、過ぎなかったという事実に端的に現れている。DC-3 登場より、前のアメリカ合衆国の航空旅客輸送は、旅客運賃収入だけでは、必要なコストをまかなえず、連邦政府の郵便輸送補助金を受けることで何とか、成り立っていた。ところが、DC-3 はその大きな輸送力ゆえに、 アメリカン航空の CR スミスのことを借りれば補助金に頼らず自らの運賃収入だけで運用コストを賄える最初の旅客機になったのである。運賃だけで収支が黒字になる輸送機の出現は商業航空輸送の発展における極めて重要なエポックであった。加えて DC-3 は1930年代中期の機体としては 快速の時速200マイル級で巡航でき、飛行特性も非常に安定しており、エンジン脱着が短時間で可能であるなど整備もたやすく、ユーザーにとっては、これらは DC-2 から受け継いだ美点であり、さらに収容力を大幅に向上させていったことは、まさに当時における理想の旅客機の具現化というべき、ものであった。そのデビュー後わずかの間に、トランスワールド航空、 イースタン航空といった全米に航空網を持つ大手航空会社でこぞって採用され、当時のアメリカ民間輸送機市場を接見またヨーロッパでも英国海外航空やスイス航空などに導入される実績を収めた。その結果、純商業機だけでも600機以上が製造され、当時商業的に最も成功した旅客機となった。DC-3 の信頼性と、 絶大な輸送能力は航空会社のみならず各国の軍関係者にも注目された。通常型の旅客設備を撤去した輸送機型とすれば軍用輸送機としても非常に理想的な機体となるからである。なお民間型の DC-3 の生産は第二次世界大戦中の1943年に終了した。C-47 スカイトレイン。 編集詳細は C-47 を参照アメリカ陸軍航空隊の C-47A アメリカ陸軍航空隊は第二次世界大戦に際し既存のダグラス DC-3 を民間航空会社から139機徴用して軍用に用いたが1941年には DC-3 の輸送機バージョンを正式に軍用輸送機として採用し 正式名称を C-47 とした。以後戦時中を通じて全力で生産が行われ、1945年までに約1万機を生産した。これらはイギリス空軍や南アフリカ軍にも供与され、ダコタの故障を与えられた。派生型として兵員輸送に重点を置いた設計の C-53 スカイトルーパーも生産された。 その用途は幅広く、兵器、食料や、兵員の輸送に用いられたほか、欧州戦線では、空挺部隊のグライダー、牽引機にも用いられたほどで、ある。連合軍の主力輸送機として、世界中の戦場を飛行し、戦闘による損失も、多数生じた。連合軍欧州総司令官であり、後に、アメリカ合衆国大統領となった、ドワイト・ D ・アイゼンハワーは、 第二次世界大戦の連合軍勝利に著しく寄与したのはダコタとジープとバズーカ法であるとコメントしている。1948年のベルリン封鎖における大空輸作戦にも DC-3 及び C-47 がその初期から投入されている。日本の DC-3 生産編集例式輸送機日本では 中島飛行機が1935年から d c をライセンス生産し、日本航空輸送などで用いられ優秀機として高い評価を得ていた。故に、後継型 DC-3 への注目も早かった。日本海軍は三井物産にダグラス社から DC-3 の製造ライセンスを取得させ、実際の生産は1937年に設立された。 昭和飛行機工業に委ねることとした。昭和飛行機では当初少数の機体をノックダウン方式で生産、その後完全に国産化した。完全国産化にあたっては、アメリカ本国の DC-3 がアメリカ流にヤードポンド法のインチ単位の設計図で作られていたため、すでに工業界がメートル法に移行していた日本では、設計図のメートル法換算を行う必要があった。 このため、アメリカ本国製のオリジナル DC-3 と昭和飛行機で国産化された DC-3 とでは、厳密には随所の部品の寸法が異なっている。エンジンは三菱の金星に変更され、日本海軍から零式輸送機として、大東亜戦争における日米海戦からわずか1年前の1940年に正式採用された。零式輸送機は、 百式輸送機と比べ最高速度、巡航速度で大きく劣るものの、一方では、搭載量では勝るなど性能は、比較的優秀であった。また例式輸送機は、エンジン乾燥により、カタログデータ上では、C、C-47 を一部上回っていた。太平洋戦争中期からは、中島飛行機も一時生産を行った。昭和飛行機と中島飛行機によって、 1945年までに合計486機が製造された。ソ連の DC-3 生産、編集 PS-84 ソ連は第二次世界大戦中、連合国としての同盟国のアメリカからレンドリースによって700機の C-47 を供与され、軍用輸送機としての大きな成果を上げた。その実績によって DC-3 の 製造ライセンスが取得されることになる。ダグラス社に派遣された経験もあった技術者、ボリース・スリスノーフは DC-3 をもとにソ連の寒冷地不正地向けに紹介量を加え、ソ連製エンジンを搭載した輸送機 PS-84 を開発する。この機体はアエロフロート航空で運航された後、百四十二年以降に LI-2 の名称で、 軍用輸送機として量産され、対ドイツ戦で用いられた。簡易な爆撃機としての運用も行われた。1945年までに約2000機が製造され、戦後はソ連やポーランド、中華人民共和国などの東側諸国で旅客機や輸送機として活用された。なお、ソ連も日本同様にメートル法を採用していたため、 DC-3 の国産化に際して、設計図のメートル換算を強いられており、PS-84、LI-2 シリーズの部品寸法は、アメリカ製 DC-3 と、差異がある。デルタ航空の DC-3 キャセイパシフィック、航空の DC-3 マダガスカル航空の DC-3 第二次世界大戦で生き残った、C、C-47 の多くは、 終戦後民間向けに放出された。それらは、旅客機や貨物機などの民間輸送機としての設備や装備を加える改造を施され、新たに DC-3C へと生まれ変わった。なお、第二次世界大戦後の1949年に、エンジン出力を上げた、スーパー DC-3 が製造されたが、払い下げの DC-3C が多数出回っていた、ことや、 戦後の航空需要の急速な伸びと太平洋及び大西洋横断飛行を含む長距離国際線の増加を受けて新規需要の中心は大型4発機である後継機の DC-4 やそれに余圧キャビを与えた DC-6 に移ったためわずか4機が製造されたのみで生産を終了した戦後すぐさまほぼ新造機を含めた 数千機が放出された元 C-47 の DC-3C はアメリカの大手航空会社からローカル航空会社まで、そして世界各国のフラッグキャリアから新興航,航空会社までに安く買い取られ、世界中にあまねく行き渡った。戦災からの復興の過程で急速に伸びた世界の航空輸送ビジネスは、 この波外れて信頼性が高く輸送能力と経済性に優れた機体によって1940年代 -1950 年代に著しい発展を遂げた。日本においては日本航空が設立直後の招待飛行の際にフィリピン航空からのウェットリース機を運航したが本格運航の開始後は DC-4 や DC-6 などの大型機に移行していった。 しかしその後、複数の航空会社が DC-3 を導入した。まず1955年11月に日、ペリ航空に導入し、これを皮切りに、極東航空、北日本航空、藤田航空、伊東中航空、長崎航空などが、次々と DC-3 を購入し、ローカル線を中心とした定期路線に投入した。DC-3 は、 さらに運輸省航空局にも導入された。1950年代に入ると、アメリカでは旅客機の大型化と、コンベア240などの新型機の導入が進んだため、DC-3 は大手航空会社の幹線からは完全に姿を消し、ローカル線や貨物便を中心に運航されるようになり、旅客便の一線から退いた。日本でも、コンベア440や、 ビッカースバイカウントなどの戦後に就航した新駅に押し出される形で1964年3月15日に国内航空会社としては最後まで旅客便に利用していた全日本空輸も DC-3 を退役させ、翌年には貨物便からも退役させたことでその姿を消した。しかし、アジアやアフリカ、南アメリカなどの発展途上国や、 第二次世界大戦後に独立した新興国においては、1970年代に至ってもローカル線や不定期輸送用として広く用いられていた。コンベアやホッカー、アブロなど、世界各国の多くの航空機メーカーが、ポスト DC-3 となる機体の開発に取り組んだが、その名にふさわしい成功。DC-3 の完成度が、いかに高かったかを如実に示している。 AL フランスの塗装に復元された DC-3 最初の DC-3 が出現してから75年以上を経た21世紀初頭でも全体の現役機数は100機単位で存在していると言われカナダのバッファロー航空等旅客輸送に DC-3 を用いている航空会社も少数ながら存在しているスカイダイビング用の飛行機として使われているケースも多い また歴史保存を目的に航空会社をはじめとした様々な組織により当時の塗装が施された機体が胴体もしくは生体保存されており胴体保存された機体は航空省などにおいて飛行している。また一部の途上国では軍用としても現役であり南アフリカ海軍では現在も対戦哨戒機に同期を用いている。 軽燃劣化対策や高性能化を目的にターボプロップエンジンへの乾燥や高性能天候レーダーの搭載、コックピットの近代化やソリの搭載など、機体に独自の改造を施されることもある。軍用型である C-47 の派生型については、C-47 派生型を参照 DC-3SC-41ADST 最初に、 量産された、信頼旅客輸送機型。ライトサイクロンエンジン搭載。DST-ADST のエンジンをツインワスプに変更。DC-3 中間旅客輸送用の基本型。ライトサイクロンエンジン搭載。DC-3ADC-3 のエンジンをツインワスプに変更。DC-3B 全部客席が、信頼、座席に転換でき。 後部客席は座席のみとした方。胴体両側の第一窓と第三窓のところに小窓が追加されているため外見からも識別できる。d c 3 c 1 5余剰となった C-47 に民間向けの改造を施した機体。DC-3DC-47 の余剰部品から生産された機体。DC-3S。 胴体を延長して30座席とし、翼端の短縮、水平尾翼の形状変更などを行ったほか、エンジン強化に伴うナセル形状の変更により、主輪は完全引き込み式となり、降輪も半引き込み式となった。性能は大きく向上したが、登場が1949年と遅く、より近代的な機体が登場し始めていたため、創生産数は4機のみに終わる。 試作1号機は YC-129 の名称でアメリカ空軍に転売され YC-47F と解消されて審査を受けた後アメリカ海軍へ譲渡され R4D-8 の原型機となった C-41ADC-3A をもとに下初期の軍用型 VIP 輸送用として1機の未製造 C-48 c-48a, b, c, c-49c-49a, b, c, d, e, 回 g, h, j, k, c-50c-50a, b, c, d, c-51c-52c-52a, b, c, d, c-53c, c-68 C-84?R4D-2?4 アメリカの各種航空会社から軍に徴用された機体の名称。製造中だったものもあれば、完成機だったものもある。観光客を乗せ南極点付近に着陸した BT-67 コンロイトライターボ参戦後も長く飛び続ける DC-3、C-47 には信頼性や性能の向上のため、 専門メーカーによるターボプロップエンジンへの感想が数多く行われた。特に成功したのがベーズラーターボコンバージョン社の BT-67 で1990年に登場した。ターボプロップエンジンはプラットホイット2カナダ PT6A-67R を使用し、プロペラは5羽ブレードのものに変更されたほか、重心の関係で、 オリジナルのレシプロエンジンより前に突き出したため、コックピットがプロペラの回転面より前に来る、要全部動体が延長された。また、航続距離も燃料タンクの増設により、大幅に伸びている。ケンボーレックエアやアントクティックロジスティクス社などが南極への物資輸送や観光客の送迎に使用している。コンロイエアクラフトは、中古のビッカースバイカウントから取り外した。 プラットホイット2カナダの PT6A-45 に交換したコンロイターボ3とエンジンを機種にも追加資産発揮としたコンロイトライターボ3の完成品と改造キットを販売していたライトサイクロン空冷保守型級、気筒レシプロエンジンフィリピン航空の DC-3 クルゼーロ航空の DC-3 ブライトリング DC-3 腕時計メーカーのブライトリングは 1940年に製造された DC-3A の修復に出資し、ブライトリング DC-3 として、顧客を乗せるイベントの開催や航空ショーへの出張フライトを行っている。操縦系統はオリジナルだが、新しいアビオニクスを導入したことで、景気飛行に対応している。2017年には修復した機体で、世界各地を巡るワールドツアーを実施した。 日本には、熊本空港、岩国基地、神戸空港、福島空港、仙台空港、松島基地に寄港し、各空港で機内の公開が行われた。また、6月4日開催のレッドブルエアレース、ワールドシリーズ、千葉大会では、デモフライトを行い、その後は、帯広空港に6日まで、一晩停泊していた。第二次世界大戦で活躍し、戦後は、 世界中のローカル航空路に翼を広げた機体だけに、1940年代以降の映画や小説にもしばしば登場する。007慰めの報酬、インディ・ジョーンズ、魔球の伝説インディが脱出用に使用するが、パイロットは敵の配下で機体を放棄して落下山降下、燃料も投棄されて墜落させられる。彼女が水着に着替えたら、ザ・ナイト・マイ・ナンバー・ケーム・アップ。 太平洋の翼霊式輸送機が登場する。飛べ。ダコタ撮影のため、太陽国空軍が廃棄した機体を、ロケ地の佐渡ヶ島へ運んで撮影した。撮影終了後はオークションにかけられ落札した、会社により浜名湖の湖畔に屋外展示されている。ワイルドギース、あやかし国威の未亡人、戦場漫画シリーズの一編。霊式輸送機が登場。 お取りきとして夜間に P-61 を引きずり出し、補助ロケットを点火して穴だらけになりながらも朝まで逃げて任務を果たす。グランドセフトオートサンアンドレアス、ネバガの名称で登場する。コールオブデューティーにビッグレッドワン、非放電太陽を求める者たち主人公達の相機として登場。ただし、DC-2 の可能性もある。 違った空、ギャビンダイアルの古典的な航空冒険小説。この作品においては、主人公の愛機である、ダコタが深い愛情を持って描かれている。和紙はマイオリタ・フランシーン1979、PP217-251、フェデラル・リザーブ・バンク・オブ・ミネアポリス・コミュニティ、デベロップメント・プロジェクト、コンシューマー・プライス・インデックス1800、 フェデラル・リザーブ・バンク・オブ・ミネア・ポリス。2019年1月2日。閲覧。ルーマーマン。ジュディー・ザ・ダグラス DC ・ DC-3。アーカイブド・オーガスト6・六、二千2004。アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。US ・センにあアル・オブ・フライト・コミッション。2003。リリーブド・マーチ12。2012。ブライトリング DC ・ DC-3。ワールドツアーブライトリング社ホームページ2017年5月2日。閲覧。プルマン寝台・シン 1860年代にアメリカ人ジョージ・プルマンが開発した列車寝台の形式。中央通路式で昼間の向かい合わせの固定座席をスライドさせて線路と平行な下段寝台にできる構造を。上段寝台は天井に吊り上げておき、使用時は引き下ろしてセットする。97式重爆撃機をベースに三菱が開発し、日本陸軍に採用された 純国産軍用輸送機。バファローエアウェイズダグラス DC-32014 年10月23日、南アフリカ海軍、サイモンズワンで、艦艦式拒行。世界の観戦第699周2008年360度カメラで、見る、ダグラス DC-3 の操縦席変わらない装置と、最新契機、ヤフーニュース機内の写真仙台国際空港。 ブライトリング DC-3 ミーティングブライトリング社ホームページ2017年5月2日閲覧空、ソラ飛ぶレジェンドブライトリング DC-3 と勝ち帯広空港へ2017年6月5日と勝ち毎日新聞ありがとうございます